どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。先ほどですね、日曜劇場アトムの子というドラマをね、見終わったので、そちらの感想動画をお送りしたいと思います。ということで、ゲームクリエイターを主人公にしたお話なんですけどね、第1話見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。胸熱。これはね、毎週見ようかなと思いましたね。第1話見た時点で、あ、これはめちゃくちゃ面白そうっていうのは思ったんですよ。でね、これ、今回ね、これ TBS かな？ TBS の日曜劇場なんですけど、まあね、王道です。これ何が王道かっていうとね、これ、オリジナルドラマなのかな？脚本だと思うんですけど、そうだよね、これオリジナルですよね。ちょっと待ってね、初めにって書いてあるんですけど、ものづくりオリジナルストーリーってか、そうですね、これものづくりオリジナルストーリーなんですよ。でね、はっきり言いまして、これ完全に池井戸潤さんの ほぼパクリしたら失礼だけど、まあ、かなり池井戸潤チックなね、物語になっているので、これはもう、日曜劇場にぴったりの題材だなと。まあ、いい意味でね、池井戸潤さんのいいとこ取りと言いますかね、いい意味で池井戸潤的なんですよ。これに、またね、このね、ゲーム業界っていうね、今一番、なんだろう、まあ、あらゆる業界で一番伸びてる産業って、ゲーム業界なんですよ。でね、まあ、例えば僕なんか、小説の世界にいる、まあ、出版界とかにいるわけですけど、もう出版なんて本当に斜陽産業なんですよ。でもね、今、日本って大概のものがね、斜陽産業なんですよね。例えば、映画とか、エンタメとか、ああいうのもね、ドラマなんかもそうだけど、まあ、大概ね、右肩下がりなんですよ。でも唯一一つだけエンターテインメントの世界で、上昇しているものがあって、それがね、もうゲームなんですね。もうゲーム正直言って一人勝ちなんですよ。で、今までね、ゲームなんて子供のお遊びとか、そんな感じだったんですけど、20年前、30年前、僕たちが子供の頃って、大人の皆さんゲームなんてやってなかったですよね。だけど、今や、普通に40代、50代の大人たちがね、普通にゲームやってるじゃないですか。もうゲームっていうのは一大産業なんですよ。で、例えばですね、最近だと、そうだね、どれ、ね、やっぱり伸びてる産業が、って全然やっぱりね、桁が違うんですよ、何にもおいて。昔はね、黄金期の頃は、映画、大きな映画作るって言った時は、もうこの映画をね、何十億とかかけて作りましたみたいなのはありますけど、今やゲームがそういうようなお金が動いてるわけね。例えば最近だとね、ニュースになってすごいなと思ったのは、マイクロソフトがですね、確かアクティビジョンだか、ブリザード、アクティビジョンブリザードだったっけ？なんかそんな名前の、いわゆるゲーム会社を買収したんですよ。戦争映画作ってる、なんつったっけ？名前が出てこない バトルフィールドじゃないやつ。もう一つ、バトルフィールドと双璧をなす FPS のアクションゲームあるじゃないですか。それ作ってる会社ですよ。で、それをね、買収したんですけど、なんと、8兆円払ったそうです。8兆円ですよ。8兆円って、いくら？ 8 兆円ってどういう単位になるんですかね。8億円の何倍？ 8 億円の1万倍ですかね。8億円でもすごいよね。8億円の1万倍ですよ。ねえ、1本最近映画作るのに200億円ぐらいなんですよね。だいたい200億円から300億円ですよ。ねえ、10倍したって2000億でしょ？ねえ、やっぱりすごいですよね。8兆円でマイクロソフトが、一つのゲーム会社を買収したわけですよね。そんな8兆円なんてどっかの国の、そこら辺のね、ちょっとした国の国家予算じゃないですか。そんなお金で買い取ったっていうことで、まあそれだけ、ゲーム業界っていうのはものすごく今一大産業になってて、大きなお金が動いてるわけですよ。まあそれだけにですね、いわゆるトップクリエイター、本当に才能のある、実力のある、スキルのあるクリエイターっていうのは、みんなゲーム業界に流れてるんですよ。だから、最近は、例えば、シナリオ一つ撮ってもね、ストーリー撮っても、映画やドラマなんかより、ゲームのストーリーの方が優れているっていうゲーム結構あるじゃないですか。だから、まあ、例えばね、本来、その人たちが小説とか映画を作れば、もう傑作が生まれるような人たちが、今、小説とか映画とか作んないんですよ。ゲームに行っちゃってるからね。本当に実力のある、センスのある人たちは、みんなゲームの世界に行っちゃってるので、もう今ね、もう小説とか映画とかドラマとか、まあ、カスみたいなね、ゴミみたいな連中しか残ってないわけですよ。
もう本当にすごい人たちはみんなゲームいっちゃいますからね。まあ、日本だったら小島秀夫さんみたいな人たちがみんなゲームの世界に行っちゃってるってわけで、はい。まあそのね、今回ですね、ものづくりが一応舞台となっている、まあ池井戸潤的なドラマなんですけど、ものづくりなんだけど、今回はゲーム業界っていうね、いいとこ目つけましたよね。まあ今まではロケット作るとかさ、なんかそんなものづくりがどうたらみたいなお話をしてたけど、ネジを作るとかね、そうじゃなくて、今回はゲーム業界なんですよ。で、なおかつ面白いなと思うのは、それを手掛ける、それに立ち向かっていくのが、普通の町工場なんですよね。弱小の零細町工場がゲームを作っていこうというね。まあ結構ね、どういう展開になるんだっていうことで、いいとこに目をつけたなと思います。でね、今回、まあ、相関図がこんな感じになっておりまして、はい。これがね、今回のドラマの相関図なんですけど、主人公が山崎賢人さんと、岸由紀乃さんのこれダブル主演ですね。で、この岸由紀乃さん演じる、富永海っていうのは、銀行員だったんですよね。銀行で融資家をしていて、お父さんの会社の銀行を担当していたんですよ、融資を。っていうかさ、銀行員さ、自分の実家の銀行のね、融資で、娘がね、担当するなんてことはありえないと思うんだけど。まあここら辺はドラマですね。で、もう全然ダメだと、全然ダメで融資なんかできないって言ったところにですね、この小田切城演じるこの社長、興津っていう社長がいるんですけど、これ IT 企業探すっていうね、グローバル企業なんですよ。で、ここがですね、ゲームとか作ってて大儲けしてるわけなんだけど、まあ今どこだろう、楽天とか、まあそんな感じの会社なのかな。まあゲームだけじゃなくていろんなもの作ってるわけですけどね。IT 企業ですよ。まあそれこそね、Google みたいな会社なんですけど、このね、興津社長がですね、このアトム玩具って言うんですけどね、岸由紀乃さんのお家は、実家はアトム玩具って言うんですけど、アトム玩具のあるテクノロジーに目をつけてるんですよ。あるおもちゃを作っていて、そのテクノロジーが、この、サガスにとって必要なテクノロジーなんですね。だから、なんとかね、この買収を企んでいるわけ。この会社を欲しいと。金に糸目をつけないから、買収を企んでいる。このタイミングで、アトム玩具、火事になっちゃうんですよ。それによって、もう社員はバラバラになって、残ったのはもう本当にこの3人だけで。あと、まあ、娘ですよね。この4人体制で今やってるわけなんですけど、まあ、とりあえずもう何もかもが燃えてしまったので、そのタイミングでこの小田切城がね、買収にやってくるんだけど、やっぱりこのもう古い人間なんでね、頑固親父たちなんで、やっぱりこうなんだろう、興津みたいな人間が気に入らないわけですよ。何でも金でね、買い叩こうみたいな、人間がね、すごい気に入らないわけ。まあ、興津も興津でね、すごくもうちょっとね、失礼な態度じゃなくて、相手をきちんとね、アトム玩具をリスペクトしていますよっていうね、姿勢を見せていけば、アトム玩具ちゃんとね、買収できたと思うんだけど、それができなかった時点でね、お前社長としてどうなのってちょっと思いましたけどね。だけど、まあ、とりあえずですね、買収は一応、まあ、断ったわけですよね。で、まあ彼らはですね、まあとりあえず、まあ何か作っていかなきゃいけないわけだけど、今は、雪の曰くですね、これ今はゲームだというわけで、テレビゲーム作りましょうと。今はもうゲームであれば、一本作ればね、大きな お金になるし、そもそもゲーム今ダウンロードが、Steam とかでダウンロードが主体だから、在庫抱えなくて済むし、みたいな流通経路も必要ないと。技術とアイディアと製品さえあればいくらでもやってくれいけるんだ。まあいわばインディーズですよね。はい。で、まあそんな彼女が白羽を立てたのがジョン・ドゥと呼ばれる謎のゲームクリエイターなんですよ。でね、このジョン・ドゥっていうのがですね、こんなゲーム作ってたんですね。ダウンウェルっていうゲームを作ってるんですね。これ実在のゲームで売ってるんですよ。ね。これね、いわゆるね、ジョン・ドゥっていうのは、まあ、この、実際ジョン・ドゥが作ったってことになってるんですけど、まあ、実際はそうじゃなくてね、モッピンっていう人が作ってるんですよ。この人多分ね、当時学生だったんじゃないかな。そうだね。若い日本の学生が一人で作成したということや、爽快でわかりやすいゲーム性、黒、赤、白だけのドットで描かれた印象的なグラフィックも相まって、リリース前から海外でも話題になり、数々のインディーズゲームイベントなどで脚光を浴びたっていう、まあ、ある意味ね、インディーズドリームを成し遂げたゲームなんですよ。はい。それをね、今回このドラマで使わせてもらって、ジョン・ドゥが作ったと。
まあ、もちろんジョン・ドゥというのはもう皆さん言うまでもなくね、このナユタ、主人公ナユタが作っています。というわけでね、今回ゲームがね、まあ、主体になってるわけですけど、ちょっとだけね、まあ、ゲームって言ったら僕もね少しだけ絡んでいまして、まあ、僕もゲーム結構好きなんですけど、僕の書いた最近の小説にイービルデッド駄菓子屋ファーストの悪魔っていう作品があるんですけど、これね、まあ、いわゆる80年代のを舞台にしたレトロアーケードがいっぱい置いてある田舎の駄菓子屋を舞台にした、ちょっとしたジブナイルホラーミステリーになってるんですね。で、まあ、当時のあのゲーム、ギャプラスとかゼビウスとかパックマンとかね、バルーンボンバーとか、そういうゲームがね実名でいっぱい出てきて、でこの物語はその駄菓子屋ファーストと呼ばれる駄菓子屋の一番奥に佇む、誰も見向きもしないアーケードゲームがあるんですけど、そこに悪魔が救っていて、その悪魔と地元中学生たちの死闘を描くみたいなね、まあちょっとしたね、まあスティーブン・キングのイットみたいなホラー小説となっておりますので、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。結構自分で言うのもなんですけど、ゲーム好きの方はね、あ、特にレトロアーケードゲームが好きな人はね結構刺さる小説だと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、まあ、宣伝はこれで終わりなんですけど、まあとりあえずですね、まあとにかくこの謎のゲームクリエイターといわれる、まあ、ジョン・ドゥっていうふうに名乗ってるんですが、ジョン・ドゥっていうのはね身元がわからない死体のことを言うんですね。アメリカなんかで、身元がわからない死体のことを、まあ、この刑事さんたちはジョン・ドゥ、ジョン・ドゥって呼ぶんですけど、男性はジョン・ドゥなんですよ。女性はジェン・ドゥって言います。うん。まあ、これスラングだね、アメリカのね。そういえば、ホラー映画好きな人はね、こんな映画知ってる？ジェン・ドゥの解剖って、これホラー映画なんですけど、このジェン・ドゥっていうのは身元不明の死体、これ女性だからジェン・ドゥって呼ぶんですが、まあ、このドラマの中では、身元不明っていうことで、ジョン・ドゥと名乗っている。でね、このジョン・ドゥっていうのはもともと3人いたと思うんですよね。まだちょっとね、物語でははっきり示されていないんですけど、チームだったんですよ。この、菅生隼人と、尾形公也っていうのかな。で、このナユタの3人で、先ほどの、ダウンウェルをね、このダウンウェルを作ったと。彼らが作ったっていう設定なんですよ。うん、こういうとこで実在のゲームが出てくるのいいですよね。ここ架空のゲームじゃなくて、ちゃんと制作者の許可を取ってダウンウェルを持ってくるってね。まあこれでまたダウンウェルね、売り上げ伸びるから、まあお互いウィンウィンだと思うんですけどね。これ本当にね、このゲーム、僕もちょっとやったことあるんですけど、めちゃくちゃ面白くて、本当こんなんていうかな、アイディア一つでね、ゲームの世界っていうのは学生が一人で、アイディアで作ってね、まあおそらくかなりのね、巨万の富を得たんじゃないかなと思うんですよ。まあどのぐらい儲けたかわかんないけど、まあおそらく数千万っていう単位でね、もしかしたら億いってるかもしれないけど、そういった単位のお金をね、この作り手一人で作ってますから、まあ手に入れることができたんじゃないかな。まあ実在のゲームをね、ここで出してくるっていうのは胸熱ですよね。やっぱりね、こういうゲームの業界を描くんだったら、ちゃんと実在のゲームとか、まあ実際のゲームクリエイターをなるべく実在でね、登場させてほしい。架空のゲームとか、やめてほしいよね。で、今回このね、いろんなアイテム、ゲームアイテムがいっぱい出てくるんですよ。初代のプレイステーションとかファミコンとかね、昔のね、あとね、この、このナユタのね、まあ、ナユタがゲームを作ってる部屋があるんですけど、そこにはね、昔のテーブル筐体、インベーダーゲームのスペースインベーダーのテーブル筐体が置いてあったりして、結構ね、今回ドラマの作り手、まあ、大道具さん、小道具さんだと思うんですけど、まあ、いろんなゲームのアイテムを、まあ、用意していて、それをふんだんに見せてくれているので、まあ、レトロゲームファンの人たち、今、レトロゲームめちゃくちゃ熱いじゃないですか。ね、セガのゲームとか、あと、台東のゲームの、アーケード筐体を小型にして、今売り出してますよね。ああいうのもね、結構今売れてるんですよ。で、おっさんたちがね、結構買ってるんですけど、まあ、僕も最近ちょっとね、買いたいなと思うのがあって、レトロゲーム、筐体ね、ゲームセンターの筐体を少し小さくしたようなゲームが今売ってるんですよ。セガとか、台東のやつ。まあ、そういうのも多分ね、これから出てくると思うんだけど、まあ結構ね、このドラマ、レトロアーケード好きな人にはね、かなり刺さると思う。まあていうか今ね、ゲーム嫌いな人っていないと思うんで、で、とにかくですね、まあユキノが、このジョン・ドゥに、今、こう3人いるって言ったけど、1人はもう亡くなってるんですね。で、もう1人は、これちょっと関係がよろしくなくて、今彼1人はいるんだけど、彼も、まあちょっと、
まあ、何かしらちょっと因縁があってですね、今ゲーム作りの世界から離れていて、町工場の自動車工場で働いてて、まあもうとにかくもうゲームは作りたくないみたいなことを言ってるわけですよね。で、そんなことはな、つゆ知らず、海はですね、そのジョン・ドゥに連絡取りたいわけですよ。自分たちの会社でゲームを作ってほしいっていうことを連絡取りたいわけですね。でも彼は、ゲームは今んとこ作るつもりがないっていう状態でいるんですけど、彼はまたね、まあこれご都合主義なんですけど、アトム玩具の大ファンなんですよ。アトム玩具にめちゃくちゃ熱い思いを向けていて、アトム玩具のおもちゃを集めるのがね、まあ趣味というか、まあすごくね、アトム玩具の、なんだろう、その社長の考え方とか経営方針に強いリスペクトを持ってるわけですよね。で、あるネットカフェで二人は出会うんですけど、で、彼女が一生懸命そのダウンウェルをやっていると。なんでそんなことやって、そのゲームやってるんだって聞いたら、バグを探してるんだって言うんですね。つまり、このゲームのバグを見つけることができれば、ジョン・ドゥに連絡を取ることができるんじゃないかっていうね。なんかよくわかんないんだけど、連絡取れるの？バグを見つけてそれを報告したら、向こうから連絡くれるんですか？ねえ、連絡取れるんですかっていうね。ジョン・ドゥってそもそも謎の人物だから、連絡取れないと思うんですけど、まあ、バグの報告は言っても、向こうから連絡を取ってくることはないと思うんだけど、なんで彼女は連絡を取れると思ったのか、そこら辺よくわかんないんですが、まあ、二人はね、彼女は彼がジョン・ドゥだってことを知らないんで、まあ、一生懸命ね、バグを探すわけですけど、まあ、最終的には、まあ、彼がちょっとヒントくれたんですけどね、バグを見つけることができるんですよ。で、それを、ジョン・ドゥに送ったら、早速連絡が来て、早速連絡が来るというかね、まあ、とにかく、アトム玩具にね、まあ、とりあえず、一応報告は受けましたっていう連絡が来るわけですよ。そのタイミングでやってきたのがオキツですね。買収を求めにやってきたんだけども、買収を求めにやってきたんだけど、まあ、喧嘩別れになるところに、そのタイミングでナユタが、アトム玩具にやってくるわけですよ。で、この二人にはね、因縁があるんで、彼は彼に、おきつく社長に、いや、お前が扱ってるのはただのね、金満ゲームだみたいなこと言って、あ、だったらお前何、ちゃんとした面白いゲーム作れるのか、お手並み拝見みたいな感じで、バチバチバチってなるわけですよね。はい。でね、まあ、とにかく、そんな経緯があって、ナユタは、このアトム玩具でゲーム開発をするっていうところまでが、今回第1話の流れでした。ちなみにですね、この3人いてね、まあ、彼がもう一人この松下洸平さん演じる菅生隼人っていう人物、これもおそらくね、この3人がチームで一緒にダウンウェルを開発していた仲間だと思うんですけど、なんと彼は小田切城のこの興津社長と手を組むっていう。で、小田切さんが、まあ、興津社長が彼に隼人に、君にゲーム作り任せたからって、隼人はどうも闇落ちしてしまったそうです。彼がね、このね、尾形公也が亡くなったのも、どうも小田切城、この社長が、のトラブルによって、彼らとのこの、何らかの因縁によって、彼は命を落とすことになったらしいんですが、まだ今のところね、第1話では、その詳細は分かっておりません。ということはね、この隼人にとっては、小田切城っていうのはある耳、敵だと思うんですよね。うん、敵討ち、友人を殺された敵討ちだと思うんですが、今はどういうわけか闇落ちして、小田切城と手を組んで彼の下でゲームを開発すると。はい。いう流れになっております。そのことをまだ、ナユタは知らないと。はい。で、小田切城がですね、アトム玩具に、まあなんていうかこう、テクノロジーに目をつけたことによって、彼女が元いたですね、今はもう彼女はアトム玩具の、まあ後継者となったわけですけど、以前まで勤めていた弥生銀行なんですけど、まあ、このサガスがね、テクノロジーを欲しい、買収したいと思っているってことで、そうなると、やはりこの弥生銀行からするとですね、まあサガスはもう当然、もうもう大口のお客さんなんですけど、まあ取引先なんですけど、アトムも今後そうなる可能性があるということで、この支店長がですね、雪乃に、いや支店長権限でお前の会社に融資してやるよって言ってくれているわけですよね。まあおそらくこの辺がつながってくるので、今後何か
まずいことが、トラブルが起こった時に融資から手を引くとか回収にかかるとか、まあこれはね、池井戸潤あるあるのね、まあこのトラブルというかエピソードがね展開していくんじゃないかなっていうのはなんとなく見えてきますよね。はい。いやでもね、よくできてると思います。まあベタですけどね、今までの池井戸潤をそのまんまね、町工場だったのをこのゲーム業界に変えて、歌詞を変えてね、まあただね、もう鉄板なので安心して見ていられるなと思います。そして池井戸潤っていうとおっさんばっかだったじゃないですか、出てくるのはね。主人公もおっさんだし、下町ロケットなんて安倍さんだったでしょね。で、あとまあ何だったっけ、もう一つなんかありましたよね、靴職人のやつね、あの役所広司さんがね、確か主人公だったと思うんですよ。あとまあ堺雅人さんね、半沢直樹、あれもね、まあおっさんじゃないですか。で今回はですね、主人公がまあ、山崎も、はつらつとしたこの若手の、今若手でもナンバーワンと言っていいんじゃないですかね、山崎です、ザキケントさん、そしてもう演技力抜群のね、岸由紀乃さん、今ノリに乗ってる2人、この若手2人がね、演技力もあり人気もあり知名度もあり、数字も持っているという、もう最高の布陣だと思いますよ。で脇を固める人たちもね、もう安心して見ていられるっていうね。で胸圧展開、もう定番の胸圧展開もね、今回ガン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 あってですね、もう第1話からして、あ、これ面白そうと言えるようなね。まあそれにしてもね、山崎賢人さんいいですね。なんかこう山崎賢人さんって本当に作品に恵まれるじゃないけど、まあ彼の魅力もあるんでしょうけど、まあ、最近だとね、キングダム、あれも大ヒットしてますし、あとネットフリックスのドラマ、今和の国のアリスって、あれもめちゃくちゃ面白かったですよね。あれ今度、続編が来年あたりからね、またスタート、ネットフリックスでスタートするらしいんですけど、やっぱりね、山崎賢人さんのキャラクターというか、演技、存在感光ってますから、今もう山崎賢人が出てるというだけで、まあ、数字も取れるでしょうし、あとやっぱり作品に恵まれてるっていうジンクスを持っているので、なんかこの作品もね、安心して見ていられる、こけそうもないなっていう、もう鉄板の布陣でね、今回ぶつけてきているので、いや、そう思うとね、今回ですね、この秋クール、まあ、前回夏クールがね、ちょっとドラマちょっと視聴率散々でしたし、そもそもクオリティが低かったですよね、全体的に。シナリオとかあと演出とかね、クオリティが低くてちょっと褒められた作品がほとんどなかったんですけど、今期はね、まずサイレントね、もうサイレントめちゃくちゃ良かったじゃないですか。今ね、これから僕は多分サイレントはね、視聴率どんどん伸ばしていくと思うんですよ。そしてこのアトムの子、これもね、まあ今日日曜日か、明日明後日あたりには視聴率が出てくると思うんですけど、まあ、結構いい視聴率取るんじゃないかなと思うんですよね。いや、もう山崎賢人さん今数字持ってますし、でこの町工場とかが舞台のちょっと池井戸潤チックなストーリー展開で、若い人たちはゲーム業界っていうことで、もう老若男女完全に取り込める布陣ですからね、うまいですよ今回はね。池井戸潤が好きなおっさんたち、年配の人たちもこれ見ても楽しめるし、若い人たちね、やっぱゲームの好きな若い人たちが見ても楽しめるし、で女の子たち、この、山崎賢人のファンとかね、そういう人たちがまた楽しめるわで、もう完全に盤石の布陣でこけようがないですよね。というわけでこれはもうね、第1話 10% 超えはもう確実だと思うんですよ。でおそらくですね、今後僕はサイレントと視聴率争いを繰り広げていくんじゃないかなと思ってます。で今期ですね、僕はね、今期のドラマって今ちょっとね、全体的に低調なんですよ。だけど今期のドラマって結構ね、伸びていくんじゃないかなって。こういういい作品がね、揃う時ってどういうわけか集中するんですよ。でこれからまたルピナスとか、エルピスだったっけ、エルピスカルピスエルピスみたいな、長澤まさみさんの、ドラマとかも始まりますよね。であそこら辺も結構数字取ってきそうだし、今期はね、まあ 10% 軽く超えるようなドラマが3つ4つ出てくるんじゃないかな。でサイレントも
今後ね、10%を超えてくるんじゃないかなって僕睨んでるんですよね。見てるんですよ。なので、蓋を開けてみたら、秋クールは好調でしたよねってなるんじゃないかな。どうですかね。皆さんどう思いますか。というわけで、アトムの子はね、ちょっとまたしばらく追いかけていきたいなと思うんですよ。で、まあ、考察するところがあるとすればね、今後の展開なんですけど、僕はね、このね、菅生隼人はやめ落ちしてないと思いますね。彼は復讐のために、このサガスに、まあ、入ったんじゃないかなと。要するになんか致命的なバグを仕掛けるとか、要するに内部からサガスを崩壊させるために、興津社長に近づいてゲーム開発をね、担当して、まあ、最初はね、いきなり潰すんじゃなくて、いい感じでね、こんなライバル的に、ゲーム争い、ゲームのクオリティ争いをしていくんだけど、さあ、こっからっていうところでね、どうなるっていうところで、彼は、SAGAS のゲームに、致命的なバグを仕込んで、壊滅させようとするみたいな。だけど、まあ、この興津社長も興津社長で、やっぱりこいつは、大ボスですから、ありとあらゆる手段を使って、このアトム玩具をね、潰しにかかる。まあ、そのためにはね、まだ多分、この弥生銀行を動かして、融資を回収さ、引き上げさせたりとか、回収させたりとかね、無理やりな回収させて、資金面から圧力をかけて潰そうとしたりみたいなことをね、していくんじゃないかなと思いますね。ただね、今回、強みはですね、今までのこの池井戸潤のドラマっていうのは町工場とかね、町工場だったりしたんで、資金とマンパワーが必要なんですよね。もうお金とマンパワーがなければどうにもならないんですよ。でもゲーム業界は違います。特にインディーズ系のゲームはね、違うんですね。アイディア一つで何とでもなるんですよ。ここが今までの池井戸潤ドラマとの大きな違いで、これがどうなっていくかね。ただ難しいのは、じゃあそういったゲームをね、作れるのかどうかって話なんだけど、これがね、どうなんだろうね。ドラマの中で面白いゲームですよって言った時、やっぱりこのね、面白いゲームちゃんと出さないとね、ドラマの中で。このゲーム面白いのって僕たちが思ったらダメですよね。ちゃんと面白いゲームをきちんと提出して、提示してドラマの中でね。それがすごく売れてますっていうのは、なんだろう。どう見てもこのゲーム面白くなさそうだよね。では、説得力に欠けてしまうので、やっぱりこれは、このゲームやりてーみたいなね、いうものがちゃんとドラマの中で出せるかどうかですよ。これ結構難しいなと思うんですね。先日、ちょっと前に、ハケンアニメっていう映画をね、レビューしたと思うんですけど、ハケンアニメっていう映画はね、まあ、興行的には大こけしたんですけど、見た人たちの評価めちゃくちゃ高いんですよ。あれなんで評価が高いかっていうと、あれ、ハケンアニメっていうのは、アニメ業界のね、内情を描いた作品なんですが、あん中でね、いくつかのアニメが出てくるんですよ。だけど、そのアニメに一切手を抜いてないのね。なぜなら、そのアニメを作ったのは、本当に一流のアーティストたちが、アニメクリエイターたちが手掛けているんですよ。だから、一流のアニメクリエイターが手掛けたアニメが、その劇中作のアニメとして出てくるからこそ、クオリティが高いわけで、さあ今回このドラマでね、それができるかどうかですね。今回このナユタが手掛けるゲーム、まあ、どんなゲームを作るのかよくわかんないんですが、きちんと僕たちが見ても、これは面白そうっていうか、面白い、これは絶対売れるっていう、説得力のあるゲームがちゃんと出せるかどうかっていう。今回、インディーズゲームですからね、バイオハザードとか、いわゆるトリプル A 級の作品とは違って、いわゆるオープンワールドとか、そういうのではなくてね、もう本当にアイディア一本でいけるかどうかっていう、それこそダウンウェルみたいな、アイディア系のゲームなんですけど、このドラマでそれをね、きちんと出せるかどうかですよね。ここ注目ですよ。これがね、弱いと、このドラマ、なんていうかな、命運を分けるんじゃないかな。やっぱりこのゲームに説得力がないとね、どんなに他の役者さんたちがすげえすげえすげえって頑張っても、いやいや、そのゲーム売れるか？みたいな。それでちょっと萎えてしまうってことがあるんで、なんとかですね、このドラマ制作陣お金かけて、なんとか一流のスタッフに、一流のクリエイターにですね、まあ一流というか、インディーズでもいいんですけど、新しい、いわゆるもう新感覚の、うわ、これは絶対売れるよねっていうゲームを僕たちの前にね、ボンと出してほしい。で、それを、この、なんだろう、このドラマ初でね、
実際にダウンロード版を出すみたいな形でやって、そのゲームが実際に本当にめちゃくちゃ面白ければ、これはもうね、神ドラマになりますよ。神ゲーム、神ドラマになりますよ。このゲームを生み出した、この神ゲームを生み出した神ドラマっていうことで、このねドラマ界にね、君臨することができるんじゃないかなって思いますね。さあどうなんでしょうか。はい、もうめちゃくちゃね期待してますということで、もういや面白そう。まあ僕もね、ゲームはデッドバイデイライトしかあんまりやってないんですけど、まああとバイオハザードとかもねたまにはやりますが、なんかね僕はねゲームは好きです。いやプレイするのはもちろん好きなんだけど、ゲームを作るゲームクリエイターにめちゃくちゃ興味があるんですよね。で皆さんこれ知ってる？あのインディーズゲームのね聖地と言われているここピコピコカフェって、昔ね僕ちょっとある小説講座っていうかイベントでここでちょっといわゆるプロットの講座みたいにやったことがあるんですけど、その時はね知らなかったんですよ。このピコピコカフェっていうところでやったんですけどね、実はここねインディーズゲームの聖地って言われてるんですよ。確かねダウンウェルなんかもここで最初発表されたんじゃなかったかな。一番最初にお披露目されたのはこのピコピコカフェだったんじゃないかなっていう。まあなんかねインディーズゲームを扱ったドキュメンタリー映画があるんですよ。なんかフランス人が作った、それをちょっとね見たことがあるんですけど、それでねこのピコピコカフェが出てくるんですけどね、これ吉祥寺にあるんですが、今は今コワーキングスペースになっちゃったのか。昔はねイベントレンタルスペースっていうことでゲームの発表会なんかもね、やってたんですけど、今はねイベントレンタル業務中止中でコワーキングスペースになっちゃったみたいですね。あ、そうなんだ。じゃあもしかしたら今ねインディーズゲームはここではちょっとね、発表されてないかもしれないんですけど、そうなんだ。今度ここでちょっと仕事してみようかな、吉祥寺。なんかインディーズの聖地って言われてるから、何か新しいアイデアがねもしかしたら降ってくるかもしれないよ。今イベント業務レンタルをねちょっと休止してるんで、まあちょっとそのいわゆるインディーズゲームのイベントっていうのはここではもう開かれないのかもしれないですけどね。そっか、なんかビルの上の階にあったやつでね、なんかマンションの一室、屋根裏的なちょっとマンションの一室を使ったコワーキングスペースっていうか、まあレンタル、イベントレンタル会場になってたんですけどね。はい、またちょっと吉祥寺行ってみようかな。はい、まあそんな感じでね第2話、一応ちょっと第2話どんなストーリーになるかねチェックしておきましょうかね。はい、新生アトムガムがついに動き出した。ところがナユタから一向にゲームのアイディアが出てこない。なんであんだけ偉そうに言ってたくせに。社長の海はジョン・ドゥ再結成を促すが、ナユタは頑なに拒否する。新たなパートナーを探すことになったナユタは海に連れられゲームジャムのイベントに参加。その会場でハヤトとばったり合い、まあ今のところねもうハヤトはもう今回第1話の終わりでね、サガスと手を組んでますからね。2人の態度に深い溝を感じた海はネットゲームカフェの森田を訪ねる。森田の口から語られたのはナユタとハヤタとキミヤの関係、そしてオキツとの因縁だったということで、キミヤっていうのはね死んでしまったんですよね。どうもオキツがなんかそのキミヤの死に大きく関連してるっぽいですよね。どうなっていくんでしょうか。いやーもうアストロシティね。はい、これアストロシティ、このアストロシティの、小さくなったやつがね今、売ってます。なんか買おうかな、なんかめちゃくちゃ欲しくなってきたぞ。はい、まあそんな感じで、そう感じすぐには出てこない。はいはい、ごめんなさい。まあそんな感じでね、パブリッシャー、そういえばこれもね、パブリッシャーの相良明っていうんですかね。パブリッシャーってどういう役目なの？パブリッシャー、パブリシティだから、まあ、広報みたいな感じ。これあれですかね、サガスの人間ではないってことか。まあ、独立したパブリッシャーっていうことですかね。まあ、おそらく、この、ナユタとも何かこう、ダウンウェルをね、ダウンウェルを、まあ、
パブリッシャーとしてなんか、担当したっていう縁があるんですかね。今なんかね、サガスと一緒に仕事してるみたいですけど、この中に入ってないから、まあ、独立はしてるんですかね。はい。というわけで第2話以降めちゃくちゃ楽しみです。はい、ぜひですね、僕の、小説ですね、レトロアーケード小説、何だったっけタイトル、イービルデッド駄菓子屋ファーストの悪魔っていう作品、ぜひチェックしてみてください。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。